ああ、頭が朦朧とする。ワクチンの2回目打ったら、こんなことになるなんて。どうも、アザラシです。ワクチンの2回目を昨日打って、今日は1日後なんですけど、ちょっとね、頭が朦朧とするのと、めちゃくちゃ頭痛が、刺すような頭痛がするのと、腕が上がらないのと、寒気がするっていう、そういう状況で動画を撮っております。それもそのはず、アザラシアナリティクス、これ8月号なんですね。8月号を10月に上げるわけにはいかん。あーと思いながら、撮ってます。8月のやつをね、9月に上げるので、9月の、まあ、中頃に上げるので、もう胸が痛いのに、もう、9月の終わり際に上げようとしとる8月のやつ。もうタイムリーさをもう買い取るよね、という状況なんですけども、まあ、やっていきましょう。アザラシアナリティクス、8月号でございます。8月。さあ、8月どんな風だったのかということなんですけども、じゃあ見ていきましょう。こちらアナリティクス、ピシッ。はい。これ違う。8月じゃね。これは8月じゃね。はい。8月、8月1日から8月31日、1日から31日までの間の収益は20ドル60セントという感じでございました。うん。これはね、まあ、悪くない。正直悪くない、うん。思ってたほど悪くないなっていう感じでございます。まあ、1ドル30セント、つまりまあ130円か140円、150円ぐらい、1日で稼ぎ上げる日もあるというね。そういう中では割とまあ、この辺のね、クソ停滞期、0.5 とか、それを下回るぐらいの、ね、0.38 とかね、0.38 ドルとか、そういう風なのが続いてきた8月序盤からすると、8月の終わり際に盛り返して、まあ、フィニッシュという感じの8月でございました。うん。ちょっと見えにくかったね、今。見えにくかったね。はい。まあ、上げてる動画としてはね、結構、まあ、なんだろう、ルーチン化してきたか日曜日にはアザラシ農園を上げ、その週のどこかで恋プロを上げ、そしてまあ、なんとか、切り抜きも何本か上げたり、釣りも行ったりしてましたしね。朝一起き出して釣りに行くって、キス釣りに行くってのやってましたけどね。結局釣れなかったんですけどね、キスはね。とかやったりしてたら、結構まあ、お出かけは、遠征、遠くに行ったりはしてなかったけど、8月とはいえね。それなりに、まあ、釣りとかで、まあ、楽しんではおれたのかなという気はします。そんな8月でございました。ね。こう見るとあれだな、怖いもん見ちゃったな。もしきよが今日あげないと。もしきよも一月に一本動画あげてるのに、今日あげないと、やばい。やばい。8月の終わりにあげてるこのもしきよに気づいてしまった。9月のもう最終日だから今日は。もしきよもあげないと。っていう、まあそういう状況です。8月の動画を経由したのは完全にこれですね。藤葵とポコピーのコラボじゃない、の切り抜きですね。これが牽引してましたね。これなんかね、ポコピーの肝試しみたいな、ポコピーの肝試しやら、藤葵の差しトークっていうのに、差しでね、こう、スカイプだな、ズームかな、ズーム上でね、差しで話すっていう、それでピーナッツくんとコンポコがドッキリをするっていう、そういう動画とかでね、やっぱ、ああいう風な、コラボの動画が上がると、それに関係して、この、まあ、例えば、ポコピーと藤葵だったら、今までどういう風な繋がりがあったのかな、みたいなことで検索してね、うちのチャンネルの切り抜きに、まあ、再生が回るという、そういう感じではあったんですけどね。サシトークはね、実はアザラシも、聞いてたんですよ。いや、見てたんですよね。見てたっていう、サシトークしてた。うん。藤葵のアルバム買ってたからね、アルバムについてて、そんな差しトークがあると思ってなかったもんだから、まあ、せっかくだから申し込むかと思って20秒ぐらいだったような気がするけど、20秒だったような気がするけど、20秒より長かったような気がするけど、みたいなね。うん。藤葵、ちゃんとね、話も、差しで話も、やってました。すげえ貴重でなんかありがたい時間だったな。やっぱオーラが違いましたね、藤葵さんはね。そんな藤葵と肝試しに行けるピーナッツくん、ちょっと
ちょっと嫉妬してしまうわ。羨ましくもある。でもピーナッツくんと会えるっていうところにもちょっと嫉妬があるよ。藤葵に対してね、ピーナッツくんと肝試しができる藤葵にも嫉妬するし、藤葵と肝試しができるピーナッツくんにも、あ、羨ましいなと思う。まあそうだね。あとまあ菊之丞とかもいいよね、あの辺の人たちはね。はい、まあそんな感じで、地味にね、だからあの差しトークは俺も話させてもらってたけど、その時にピーナッツくんとも話してたんだなっていうのを考えると、その差しトーク俺もこのボディでね参加してたからね、黄色いなんかやつが2回ぐらい出てたんだな、あの差しトークって、今にして思うとほーんほーんみたいな感じではありますけどね。誰だよって言わないでね、藤葵のことを。誰だよって言わないでね。俺は VTuber で一番、まあ、最初に見出したのが藤葵だったから。この人の歌唱力すげえなと思って。歌唱力すごいのと、なんかわけわからん企画やってるの面白いなっていうのと、菊之丞との絡みが、この二人仲良くて楽しいなっていうのを、なんか初めに見始めたのが、VTuber の見始めだったんで、まあ俺が VTuber やるとしても配信勢にはならんな。動画を中心にしていこうなって思ってるのも、まあ、ポコピーとか藤葵とかの影響だったりもしますが、はい。ってな感じで、8月に起こったことですね。8月かな ?7 月くらいだったかな、差しとこうかな。うん。まあ、な感じで、こうやってまあ、伸びるのも、それじゃないけど、まあ、そういう感じで、ポーンとこうやって伸びてるのは多分そういうあれですね。ちょっと見たらわかるか。これを見たらわかるわ。その、いつ頃に賛成数が伸びたかみたいなのこれ見たら多分わかると思います。これを8月にする。8月。ね、ほら。この山と、さっきのあの、ね、この山と、収益のね、月の収益のやつが、大体形重なってるんじゃないかなと思います。なんかね、再生数と収益がこういうふうに重なります。やっぱりあの切り抜きがやっぱり影響が大きかったんだろうなっていうような感じには思いますけど。まあね、なんかこういうふうな面白そうなね、こう切り抜きをね、ちょいちょい上げていくっていうのも、まあまあまあやっていきたいことの一つではあるかな。まあすごいよね。一本の動画で46ドル稼いでるからね。46ドル稼いでるからね、この切り抜きはね。すごいよね。うん。この動画は、なんだろう。ちょっとまあ、天気じゃないけどね、ポコピーと藤葵の、まあ、切り抜き動画こういう風にして伸びていって面白いなっていうのも分かったし、うん、まあ、ここまでね、長らく全然伸びなかったんだけど、どこからかこうなんかこう再生の波に乗り始めてみたいな感じですね。こういう風な経緯をたどっております。このなんだっけ、100均好きのポンポコ、100均好きのポンポコと藤葵がピーナッツくんをね、追い込んでいくっていう感じの動画なんですけども、まあ、まあ動画ってのはね、上げといた方がいいみたいな感じだよね。これ見ると90日は大して伸びてないの。90日間ぐらいあんま伸びてないの。その後ポーンと伸びてるんで、まあ自分で面白いものを作れてるっていう自信があったら、別にその瞬間伸びなくても、まあ3ヶ月後とかにね、ここ先に見えなかったか。90日後ぐらいまであんまり伸びてないんだけど、そこからボーンとこう、まあ、2万5000万回再生ぐらいになるっていう感じなんでね。まあ、コミュニティに属してない人間からすると初動は遅いけれども、まあ誰か面白いと思って気づいてくれた人がいたら、そこからこう、再生という風になるのかなとも思います。なんでね、まあ最初のビューはとりあえず置いといて、面白いな、自分が面白いものつけてるなっていうそういう自信があるんだったら、まあなんだろうな、ポンポンと上げとくといいんじゃないかなというふうなのが、うん、動画投稿者としてのアザラシの言葉ですね。YouTube ってのはそういうとこかなと思いますけどね。なんかこう、バーッとこう、動員かけて、初動で再生をバーッとね、行くのもまあいいけど、まあ面白いものが作れてるなっていう、そういう自信があるんだったら、まあ、とりあえず上げとく。そして誰か目につく。そしたら、だんだんと見てくれる人が増えてくる。そういうルートもあるんじゃないかなと思います。はい、長々と語ってしまったんですけども、アザラシアナリティクス8月号でした。9月はね、まあ偉そうなこと言ってるけどね、9月はめちゃくちゃ苦戦してます。ちょっとチラチラ見えてると思うけど、9月はね、推定収益めちゃめちゃ下がります。あー、いや、なんだろうな、まあそんなこともあるわな。
まあ、その辺の反省会は、9月号のアナリティクスでやろうと思います。ということで、まあ、季節の変わり目、ワクチンを打って、しんどいって人も周りにはいるかもしれないですけどね、体調には気をつけて、乗り切っていきましょう。ほんなまた。